カモイタケ国際スキー場は、北海道歌市内市下心の市にだけに位置するスキー場。空地管内屈指の規模を誇った。カモイタケスキー場に市ゲレンデ前景1961年に市営のスキー場として開設。東西に分かれる2つのゲレンデには合わせて8本のコースと4本の作動が設置されており、初級者から上級者まで楽しめる。 最高所標高は467メートル、最低所標高は216メートル、標高差は251メートル、最大滑走距離は4000メートル、最大傾斜は31度となっている。山麓には、鴨井竹温泉が立地しているほか、道道1027号砂川歌市内線が、走っている。岡部哲也や川端恵美が出場した、サロモンカップかも、 イタケジュニアスキー大会をはじめとして、アルペン競技大会も盛んに行われ、1981年に創設されたスキースクール、鴨モ竹タケレーシングチームは、清沢恵美子や石井ともやらを配出した。施設は当初歌しない市が所有、管理しており、鴨モ竹タケレーシングチームやスキー場内でのスキー用品販売を手掛けていたプラスサが2 0 0年より36の ホテルモも、タケ温泉と合わせて、指定管理者として運営していた。指定管理制の導入以降は、鴨タケ国際スキー場から、鴨タケスキー場に名称を変更。その後少子高齢化や人口減により2008年の、売上高2億1600万円、利用者数62万7000人から、営業停止前の数年は売上高1億円前後。 2017年度利用者は32万4000人に、低迷、市の財政難で、指定管理費が無料だったこともあり、経営難に陥る。2019年の契約更新に際し、歌子内市が2019年度から3年間で1800万円の、指定管理料を支払う契約案を提示したものの、数億円規模となるリフト更新費用の財政負担が、重いとして、 2022年度以降の管理料支払いに難色を示しプラスサは中長期的な運営が見通せないとして契約を結ばず他からの応募もなかったため2018年度をもって営業休止予定となりその後プラスサが札幌地方裁判所滝川支部へ破産手続き申し立てを行い2月28日に営業を停止した休業となった2019年度には 同スキー場で授業を行ってきた地域の小中学校は大体スキー場を探すこととなり、中にはスキー授業を取りやめる学校も出た。その後に2020年2月には札幌市東区の M ・鴨井岳への経営上との方針が発表され、ホテルかも、伊岳温泉と合わせて2020年度の営業再開計画の発表が行われ、2024年度に、 黒字化を見込むとしている。名称は再度、鴨居岳国際スキー場となり、東ゲレンでの再開を皮切りに2021年度以降の西ゲレンでや鴨居岳温泉の再開を検討している。ありがとうございます。